佐賀だよ、エルカフェさんだよ、ケロケロチャンネル、うん、こんにちは、ケロたちの久しぶりに佐賀ゲルメなの。早速行くよ、レッツゴー。ドアを開けると、おー、昭和な感じの喫茶店。何食べよっか、絶対洋食やもんね。やっぱね、オムライスとカツカレーやね、ここはね。よし、やってくるぞ。わあ、先に来たな、オムライス。おお、これもうめっちゃ正統派なオムライスやね。ほーら見て、このケチャップのチキンライス。そしてケラが頼んだのは、じゃーん、カツカレー。やってきたよ、これも喫茶店のカツカレー。ほーら、いい香り。おお、サクサクのカツがね、いい感じなんよね。いただきます。ごちそうさまでした。なんとなんと、今日はね、コーヒーとね、ケーキ頼んでいいって。わー、やったー。毎日手作りのケーキ、大きくて甘くってとっても美味しいのでした。めっちゃ幸せになるよね、今日ケーキ食べた後のこのコーヒー。ごちそうさまでした。